こんにちは。世の中にはいろんな K がいます。家族の K、集団の K、そして下ネタの K といったらキリです。チンコ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 、下ネタを食らえ。はい、ということで今回は本当にあった空から降ってきたヤバすぎるものを、この某嫌いな YouTuber ランキングで賛否を獲得した足がいくつかご紹介していきたいと思います。はい、ということでちょっとここらで休憩ということで、案件ちょっとだけごめんなさい、失礼します。はい、今やっているですね、レイドシャドウレジェンズというゲームは RPG ゲームなんですけど、めちゃめちゃ楽しいんですよね。これがまず見たら分かるのがですね、グラフィックが超絶綺麗で、ほら雨が降ってきちゃったりしてね。そして戦闘もですね、大迫力で超楽しい、最高だぜ。ちなみに私のお気に入りのキャラはこのガレクです。その理由はめちゃくちゃムッチムチで包容力がありそうで、そして何より見た目が強そうだし、実際火力があっていい感じでした。 RPG スマホゲームレイドシャドウレジェンズは素晴らしい 3D グラフィックス、巨大なボスとの戦い、 PVP の戦い、そして何百ものキャラクターを集めてカスタマイズできる、さらに驚くべきストーリー展開など、新しい RPG タイトルに期待される全ての機能がおります。そしてログイン報酬も充実しているので、無課金でもとっても強くなれます。あと30日間限定の特別なパッケージもあります。はい、そして30日間限定の特別なお得なパッケージというのがですね、この画面から入手することができて、そしてこういうね、めちゃめちゃ強そうなねキャラクターをゲットすることができるんで、ぜひチェックしてみてください。動画概要欄からダウンロードしてぜひプレイしてみてください。赤い雨。2001年7月25日、インド南部にあるケーララ州にて、ドーンという正体不明の破裂音が鳴り響き、空には閃光が走りました。そして、それから間もなくして、現実とは思えないようなことが起こります。なんと、街一帯に赤色の雨が降り注いだのです。しかもその雨は、それから約2ヶ月間も降り続けました。降りしきる赤い雨によって、水たまりは血だまりを、そして濡れた服は返り血を彷彿とさせ、当時街全体が不気味な雰囲気に包まれていたそうです。そしてこの街が不気味な雰囲気に包まれる様子について、当時の人々はその包まれっぷりはまるで包茎もしくは小籠包のようだと言ったとか言わないとかしやな。この事件はケーララ赤い雨事件と呼ばれ、相当気味が悪く謎めいた出来事として語り継がれているのですが、この赤い雨が降った原因には諸説あり、それぞれの説自体もかなり奇怪なものとなっているのでご紹介していく。まずこの雨が赤くなったのは、雨の中に何らかの赤い因子が混入したことが原因であると多くの人が考え、そこで様々な研究機関がこの赤い因子の観察及び研究に乗り出しました。そしてちなみにこれは僕の考察ですが、僕は赤い因子と聞いて天下が関係しているのではと思いました。なぜなら赤いと言ったら天下だからです。そしてその研究機関の大半はこの赤い因子の正体を砂ぼこりか放射性物質のいずれかであるとの仮説を立てて研究を進めていきました。ちなみに砂ぼこりについては、アジアとアフリカのつなぎ目あたりに位置するアラビア半島には赤い砂からできたアラビア砂漠が存在するため、その砂が飛来して雨に混ざったとの考えによるものになります。ですがとある研究機関がこの赤い雨を顕微鏡で覗いた結果、この2つの仮説は同時に否定されることになってしまいました。なんとその赤い因子には細胞壁があったのです。細胞壁という名前は中学や高校の理科の授業で聞いたことがあると思いますが、植物や菌類、細菌類の細胞に見られる構造の一種になります。細胞壁については 0.11 相模オリジナル、もしくは餃子をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。つまり細胞壁が見つかったということは、この赤い雨の原因は生物だったということになります。また赤い雨が降った直前に雷が地面に落ちていた枯葉に直撃し、一瞬にして植物が塵になったという情報があったので、その時の衝撃によって植物の胞子が飛び散って雨に混ざったという仮説が有力視されるようになり、政府はこの説を支持して一旦事態は収束しました。ですが中にはこの説に疑問を抱く研究者もいました。なぜかというと、確かにこの説には裏筋が通っているのですが、驚くことにこの生物からは DNA が一切見つからなかったのです。ちなみに DNA とは皆さんが毎日発射しているもの、もしくは野球チームです。赤い因子が本当に植物の胞子であれば DNA を持っているはずですし、そもそも地球に存在する生物であれば
細菌類や菌類であろうと DNA を持っています。ところがこの細胞自体はいくつも見つかったにもかかわらず DNA は全く見つからなかったのです。そこでこの事件を一から洗い直し別の角度から見てみるともう一つの説が浮かび上がってきました。それは赤い雨が降る直前に起こった強烈な破裂音と閃光は実は彗星の爆発で、その彗星に存在した地球外の細菌というのが赤い雨の正体であるという説です。つまり赤い雨は地球外の未知の生物かもしれないということです。そしてこれは少しぶっかけた話かもしれませんが、さらなる研究の結果、この説を裏付ける一つの証拠が浮かび上がってきました。なんと、この細胞は300度以上の熱にも耐えることができ、そんな高熱の中でも普通に成長していたのです。もちろんそのような生物は地球上では確認されていません。果たしてこの雨の原因は一体何だったのでしょうか？まさか、天下の正体とは宇宙から飛来した未確認生物だったとでも言うのだろうか。深夜な肉。1876年3月3日、ケンタッキー州のとある町で突如として5センチから10センチ程度の謎の赤身肉の断片が数分間にわたって降り注ぎました。もし仮にこの現象が建物の中での出来事であれば人為的ないたずらということで肩がつくのですが、なんとこの時謎の肉が降り注いだのは4平方キロメートルというかなりの広範囲だったのです。これはまさにカップヌードル謎肉祭り。また長さが5センチから10センチということなので、これはおちんちんである可能性が極めて高いと私は考察します。そしてまず気になるのはこの謎肉が何の肉だったのかということですが、なんせ今から150年ほど前の話なので当時は分析装置も充実しておらず、一体これが何の肉だったのか、そもそも本当に肉だったのかすら分かっていません。ちなみにカップヌードルの謎肉については、豚肉と大豆、野菜由来の成分を混ぜ合わせてフリーズドライしていますとのことですが、驚くことにこの時降ってきた肉片を食べたという人も何人かいて、その人物らが言うには羊肉か鹿肉のような味だったそうです。まあとはいうもののこの事件に関してはあまりにも古すぎて事実を確かめようがないのですが、そんな中でも2つの仮説が立てられているのでそちらもご紹介していきます。仮説1、年樹も説。年樹もとはシアノバクテリアという微生物の一種で、一見お尻に入れると良さそうな見た目をしているため微生物と肉片は関係ないようにも思えてしまいますが、実は年樹もは雨が降ると膨張して固まり透明なゼリー状に変身するというのです。つまり町の人たちは膨張した年樹もを肉片と勘違いしたのではないかということです。ですが事件当時特に雨は降っていなかったのでこの仮説はあまり支持されてはいないようです。仮説2、吐砂物説。これは吐砂物といっても人間のものではなく鳥の吐砂物ということであれば、肉片が空中から降ってきたことの説明はつくような気もしなくもなくないです。とはいえ4平方キロメートルという広範囲にわたって鳥が吐きまくるなんてありえない、ワッツはデイと思った方もいるかもしれませんが、この地域に生息するアメリカハゲワシならありえなくもなく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 のです。というのもアメリカハゲワシは仲間が食べ物を吐く姿を見ると自身もそれを真似して吐いてしまうという習性があるのです。なので1羽のハゲワシが肉片を吐き、それを見たもう1匹のハゲワシがそれを真似して肉片を吐き、またそれを見た別のハゲワシが肉片を吐くという流れを繰り返した可能性はありえなくなくなくです。しかもハゲワシは他にも恐れを感じて逃げ出す際に口に含んでいるものを吐き出すという習性もあるため、この説は結構ありえる。そうすると残った疑問はこれは一体何の肉だったのかということですが、これについてはアラン・ハミルトンという博士がある程度特定することに成功しています。ですがその結果というのがさらにこの事件の謎を深めることになってしまいました。なんとこの謎肉の正体は馬もしくは人間の幼児の肉だったという特定結果が出たのです。そしてさらにもう少し具体的に言うと、降ってきたのは馬か人間の筋肉、肺組織、軟骨であり、当時の技術では馬と人間どちらなのかは断定できませんでした。ですがもしこれが人間のものだとしたら、これは本当にハゲワシの仕業なのでしょうか。そしてこの謎肉の正体については次にお話しする内容と絡めて、この元祖考察系 YouTuber が最終考察をしていきたいと思います。ということで、次行く。カエル。
空からカエルが降ってくるなんてにわかに信じられないかもしれませんが、実際に2005年にセルビアの小さな町で何千ものカエルが空から降り注ぐという怪事件が起きました。こちらの事件もこれまでの2つの事件と同様、人為的に降らせることは到底不可能と思えます。ですがやはり1000を超える数のカエルが空から落ちてきたというのはあまりに不自然です。そして実はこのカエルが空から降ってきた事件はこの時だけではなく、なんと古代ローマの時代から多くの同じような記録が残されているようです。ちなみに近年起きたこれと似た事例で言うと、2009年には日本各地で大量のオタマジャクシが降り注ぎ、また2010年にはオーストラリアで魚の土砂降りが起き、そして2012年には北海道で40匹もの小魚が降ったこともあります。そしてこれは一見非常に奇妙な事件にも思えますが、実はこの現象の原因は気象学者たちによってほとんど明らかになっています。そしてその原因というのがウォータースパウトです。ウォータースパウトとは水上に発生する竜巻のことで、晴れていて天気が安定した日でも発生することがあるのだそうです。そしてウォータースパウトは物を吸い上げると同時にかなりの長距離を移動することがあるため、学者たちはウォータースパウトがこれらの生物たちを巻き込み、遠く離れた場所から地上に撃ち落としていると考えているそうです。確かにこれなら降ってくる生物がどれも水生生物であることの説明もつきます。ですがそうなるとカエルや小魚以外の水生生物や水場にあるその他の物質が一緒に降ってくることなく、カエルや小魚だけが降ってくる理由の説明がつきません。確かに。なのでこれはやはり未知の力による怪現象なのかもしれません。そしてつい最近アメリカカリフォルニアビーチでは通称おちんちんパニックと呼ばれる事件が起きています。この事件はペニスフィッシュという愛称で親しまれているおちんちんに非常に酷似した生物が大型の嵐によってビーチに大量に打ち上げられたというものです。そしてこの動画の2つ目のお話に出てきた謎肉とは、もしかするとこのおちんちんフィッシュがウォータースパウトによって打ち上げられ地上に降り注いだものなのではないかというのが、この YouTube 界の下ネタの系による考察だ。おちんちんランド開演。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てだから嫌われるんだよと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと良ければベルマークの通知登録もよろしくです。はい、はい、ということで賢者タイムなんですけれども、最後ね、このレイドシャドウレジェンズのね、ちょっとムービーをね流して終わろうかなと思うんですけど、いやーぐしゃっとやってね、はい、ドーンってやって、バーンってやって、ガーンってやってね、このめちゃめちゃ面白すぎなゲームを動画概要欄からダウンロードしてやっていくー。ということでさよならー。